皆さん、こんにちは。エルカチャンネルの、ショーです。今回の動画は、とある日の、帰宅途中で起きたことを、ドラレコが撮影した映像です。対向車線にデコトラが、ああ。もう一台、来た。右車線を走っている車、ミニバンタイプが問題の車です。変な動きをしました。車線変更をするような動きです。この時から怪しかったんです。また左に寄ってきました。ふらふらしている気が、ああ。やはり、ふらふらしています。もしかして、居眠り運転か。まだ確定では、ない。でも、境界線は踏みっぱなし。右折するのか。しなかった。スピードが上がった。居眠りでは、なかったのかな？違ったのなら、安心した。この時間帯は、交通量が多くなるので、要注意。ブレーキランプがついた。この先の交差点は、よく混んでいる。また左に寄り出した。戻った。スピードが上がった。でも、境界線は踏んだまま。戻った。また、左に寄りました。やはり、居眠り運転のようです。ふらふらしていて危ないです。左車線を走っている車も、様子を見ているようです。少し距離を空けておいた方が、良さそうです。様子見中、様子見中。様子見中、様子見中。中央分離帯にぶつかりそうで、後ろから見ていて怖いです。様子見中、様子見中。様子見中、様子見中。ふらふら、ふらふら、左へ、右へ、ふらふら、ふらふら。このまま後ろを走っていても怖いので、この辺りでお別れしたいと思います。さようなら、さようなら。エルカチャンネル。違う日の帰宅途中。わあ、車が止まらず突っ込んできた。下手したら事故ってたかも。危なかったですね。安全運転をお願いします。
様子見中、様子見中。様子見中、様子見中。そこまで離れなくても、いいのに。さらに離れたような気が。ああ。赤信号、止まろう。やっと来た。あれあれ？この間の居眠り運転の車と、色違いだ。兄弟かな。青信号。ここでお別れしよう。さようなら、さようなら。ということで、ドラレコの映像でした。俺に、かかって、来い。